この竹山はどうだ、それ。何でも前方こういうふうか、ええふうか、豊富に見えてね、こんな感じ見たら。明神山の展望台見えるかね、ここから。わからんか。わからんな。ここよ。わあ、道入ったかんのかな、これ。ここなんだろうね、これ。道はあんねんけどね。なんか怪しい雰囲気だけど。車はあかんけど、歩いてはいいやろ。ずいぶん暗いね。雰囲気にしてはちょっと形がおかしいか。こっちは公園部で、そして奥の方が展望部。可能性でしょう。なんか心配だよね。家があるみたいな。お寺さんかなんかあんねやろ。お寺さんみたいですね。神社じゃないです。お寺さんの方だけど。まさしく前方こういうふうな中を歩いてるような感じでしょうね、ございましたわ。神社でございます。この下これ行こうか、こっちは。珍しくね、斜めから上がってますわ。こんなところ上がっていくようになってね。こんな曲がってる。白山姫神社でございますか。上元三年、862年。上元三年って上元地震の頃やね。白山姫。ここなんかあるんだよね、これ。ここなんだろうね。はい、ここちょっと行ってみましょう。広いぞ、ここ。古代の寺か。寺やね、あの礎石見ると。はい、行ってみましょう。回廊と書いてるの何時か分からんね。はい、もう JR が走ってますね。
博多駅が近くなるし。ここに、ね、書籍がありますから、ちょっと見てみましょうか。お寺さんがあったみたいでございます。ここは東跡でございます。はい、16分と。新柱が当時のものです。ままです、これは。これは昔のままですね。あとは、現代の石でございます。これがもう本当にね、もう見る感じ前方後円墳でございましたけどね、違ったんかね。はい、中行きましょう。大型で、この名前は分からんのかな、こう何なんじゅう。はい、こう塔跡でございました。ちょっとね、名前が分からなかったけどね。